日だまりのまゆです。Talking About Go は囲碁の魅力を、魅力的な囲碁プレイヤーの皆さんに語っていただくという趣旨の、動画です。もしあなたが、初心者だったとしてもこの動画を楽しむことができます。今日のゲストは赤羽啓太さんです。私は赤羽さんと知り合ったのは2016年なんですけれども、当時ですね、なんか今でもそうなんですけど、同い年で囲碁をやってる人って実は周りに赤羽さんしかいないんですよね。そうですね、はい。それでまあすごく仲良くしていただいて、当時は同じぐらいの棋力だったように思っているんですけど、赤羽さんはもう5段になり、私はまだ2級っていう状態です。1回も勝ったことないし、勝たせてもらったこともありません。すいません。はい、それでは今日は囲碁の魅力について語っていただきましょう。今日はお越しいただきありがとうございました。よろしくお願いします。まずはじめに、なぜ囲碁を始めたか教えてください。はい、もともとですね、僕はまあ、こういう感じなんで、どちらかというとというか、まあ、完璧にそのスポーツタイプなんですね。なので、もともと少年時代はサッカーやって、高校時代はサッカー部の後にテニスクラブに通ってて、で大学の時はテニスサークルの後に極真空手を習ってたっていう。すごい、まあまあ、100%、そう、100%スポーツマンですね。まあ、勉強ちょびっとと。うん、はい。なので、まあ、その囲碁将棋が全く入ってこなかったんですよ、うん、人生に。分かる。通り過ぎてったんですね、うん、もう別の世界のものだと。はい、だから、まあ、少年ジャンプはね、めちゃめちゃ読んでたんで、まあ、光の碁も当然読んではいたんですけど、はい、まあ、面白い漫画だなとは思いつつ、一回もやろうと思わなかった、うんうん、やってみようとすら思わなかった、うん、分かる。はい、まあ、良くも悪くも光の碁ってそのルールの説明が皆無なんで、漫画としては面白いんですけども、囲碁の入り口にはまあなかなか立てなかったっていうのがありますと。そうですね、はい、そんなところからなぜ。そうなんです、まあ、始めたのが34歳の2014年ですね、はい、で、まあ、間3年ぐらいやってないんで、今2年半ぐらいのキャリアなんですけど、まあ、転機は2009年に娘が生まれた時に、うん、まあ、大体パパさんはみんな思うと思うんですけど、まあ、松田優作みたいになったわけですよ。こう、なんじゃこりゃ。自分の子を、自分の子を抱えて、なんじゃこりゃ、うん、っていう、その、まあ、お母さん方はみんなそのね、10ヶ月かけてこう、ね、うん、準備を重ねてきて、まあ、生まれた時からお母さんみたいになるんですけど、うん、大体お父さんは、まあ、頭の中では分かってますけど、こう、なんじゃこりゃなるわけですよ、松田優作状態、うん、で、まあ、その時に、まあ、その指し物の私も責任感が芽生えて、まあ、もっと稼がなきゃとか、もっと勉強しなきゃとか、もっとちゃんとした人間になんなきゃとか、まあ、それこそもちゃんとしてなかった。ちゃんとしてないんですよ。まあまあ、そんなもんですよ、うん、はい、で、まあ、もっとちゃんとした、まあ、大人にならなきゃ、うん、まあ、スーパービジネスマンにならなきゃと、うん、そんなちゃんとした人いないけどな、ということで、まあ、まあ、いろんな勉強始めたんですもちろんそれまでも勉強してたんですけど、はい、まあ、そこから加速度的に勉強をいろいろしまして、まあ、何百冊も本を読み、まあね、好きな人も嫌いな人もいると思いますけど、そういうビジネス研修とかに行きまくり、まあ、ぶっちゃけ何千万も使いで、まあ、ある研修でね、こう、あなたの自己投資額の総額があなたの年収になるっていう、まあ、それ完全にセールストークじゃないですか。だからうちにもっとお金を払えと。そうそうそう、なんだけど、まあ、素直なんで真に受けまして、で1億円投資したら1億円の年収になるのかと。でもそうなりそう、なりそうな気がするけど、ね、かもしれない、かもしれない、うん、まあ、わかんないですけど、うん、ということで、まあ、いろいろこう読んでると、一流の消費者に、一流のビジネスマンになりたければ、一流の消費者になりなさいと。お、でそのためには一流のサービスを受けなさい、うん、さあまずはファーストクラスに乗るのですみたいなことが書いてあって、へー、なるほどと。乗った。そのためだけにアメリカに行って帰ってきて、こうやってファーストクラスでサービス受けて、なるほどと、うん、まあ、1ミリも生かされませんでしたけど、はい、まあ、そういう人なんです、はい、で、まあ、その、まあ、子供のためにとミルク飲ませなきゃいけないと思って、まあ、いろいろ勉強して、で、2014年ですね、まさに、まあ、100キロマラソンもやって、こんな体で、100キロ、トライアスロンもやって、アイアンマン出て、
信じられない、まあ、一通りこう体は鍛えたなと思った頃に、まあ、ちょうどその何ていうんですかね、経営者のお客さんが増えてきて、はい、将来的に自分も起業したいなっていうのがあって、まあ、どうにかこうにかそのね、一ただの、まあ、生命保険の営業マンではあったんですけども、その経営者の側に思考を近づけたいなと、いうことで、まあ、いろいろ調べてた時に、あのグロービス経営大学院を経営されている堀吉人さんの、まあ、コラムがあって、まあ、たまたまですけどそこに、経営と語は似ていると、語の盤面に出ていることは出てくることは経営でしょっちゅう出てくると、ビジネスパーソンの皆さんに囲碁やりなさいみたいなこと書いてあって、なるほどと、なるほどっていうのがあったんですよ。で、まあ、時を同じくしてとある研修で出会った、方がいてですね、うん、まあ、その方はその井桁さんと同じ囲碁ホールディングスを立ち上げた方だったんですけど、まあ、その彼が、10個下ですね、うん、ちょうど10個下だったんですけども、彼は赤羽さんと、うん、僕の言うこと 100% 聞いたら半年で5段にしてあげますと囲碁。半年で5段、はい、わー、でよくわかんないけどすごい目で見てくるわけですよ、うん、そういうふうに 100% 確信のこもったの、うん、で、その方は7段だったんですよ、アマチュアの、まあ、県代表クラス、うん、ちょっと待ってくださいと、そのあなた7段ですよね、はい、で囲碁何年やってましたっけ、10何年やってます、で僕は今半年で5段になるんですよねはい、計算が合わないんですよそれは赤羽さん大丈夫です、赤羽さんが間違ってることを証明しますと。お、確かに僕は、ね、数学がちょっと苦手で、まあ、高校生の頃の偏差値が23ぐらいだったので23、はい、で現代文の偏差値は8とかだったんで、あ、俺が間違ってるのかもなと思いまして、分かりましたと、まあ、段物を持ってなかったんでね、極真空手も2級だったし、書道もやってないし、まあ、茶道もやってないし、なんか欲しいなと、赤羽五段啓太なんかいいなと、いいでしょ、赤羽五段、うん、ナイスミドルネームと、うん、いうことで、まあ、堀さんもそう言ってるし、その方も言ってるし、うん、まあ、じゃあやろうということで、まあ、囲碁を始めることにしたのは2014年です、うん、なるほど。そこから半年間どうやって勉強したんですか。はい、まあ、別にライザップと一緒なんで、あ、別にそう対して、はい、なんていうか難しいことをしたわけじゃなくて、目標を決めて、はい、1日にこれやってくださいっていうのを決めて、でそれをやってレビューして PDCA 回してっていうのを、まあ、短期間にギュッとやっただけの話で、それは別に才能があろうがなかろうが関係ないんですよね。ある程度のレベルまでは必ず行くので、それを、まあ、もう一人一緒に始めたド素人のお友達と一緒に、素人同士でやって、うん、で7段ともう一人8段の人にしごかれながら、うん、やってったっていう感じです。でただまあ途中で師匠たちも気づいたらしくて、うん、あ、これはこの人たちは才能がないなと途中で目標変更しまして、まあ、半年で5段はやっぱり無理だったっていうオチなんですけど、やっぱりじゃあ赤羽さん半年で初段にしましょうということで、まあ、無事僕は初段に受かりまして、それでも半年でしょ、初段すごいです、まあ、なんとかギリギリ4年やって2級ですからね。なるほど、まあまあまあ、ケースバイケースです。わかりました、はい、次、目標あるんですか、この先何段になりたい。目標は、まあ、今当面言ってるのはなんか言いたいだけで7段で、あとはその秀作とか道作とかその辺のまあ偉大なレジェンドたちがいますよね、うん、あるいは今で言うと前山先生とか芝野虎丸先生とかの囲碁を理解できるレベルになりたいですね、うん、まあ、それが多分7段とか8段だと思うんですけど、うん、それをやっぱり理解して、ああすごいなと思えるレベルになりたいと。でそうでなければ今の囲碁界を楽しめないと思ってて、うん、まあ、もちろん自分のレベルでは楽しんでますけど、もっとその囲碁の深さを知りたいなと、うん、今は本当にね、1ミリぐらいしか分かってないので、はい、もっと知りたいなと思います。はい、囲碁の面白いところ、はい、ありますか。まあ、それいっぱいあるんですけど、はい、まあ、その個人的なことを言えば、その数年前に堀吉人さんが言ってた囲碁の盤面と経営が一緒であるというのは、うんうん、まあ、今5段になって本当にその通りだというふうに思ってます。
なのであのビジネスパーソンはみんな囲碁やりなさいっていうのもその通りだと思うし納得だし、まあ、実際それで広めまくりましたから僕そのビジネスの世界で、まあ、一線級でやってる人たちにチュチュチュってこう呼びかけて何人もその囲碁にゆかりのない人たちがあの一緒にやることになって、まあ、それすごい楽しかったです。であとまあ別にビジネスやってなくても例えばその5歳児と80歳の人は一緒にできる。そうね。で、じゃあゴルフできますかって言ったら、できないですよ。孫とゴルフ、ちょっときついですよね。とか孫とテニス、まあ、これも怪我するかもしれないからきついし。そうですね。まあ、そう考えると全く同じレベルで5歳と80歳が競えるって、これはまあそのね今の世の中結構分断が激しくて、核家族化があって、格差問題もあって、まあ、家族ですらその一つのコミュニティを形成できないっていう時代になりつつある中で、結構そのね孤独死問題とかそういうの解決する可能性もあるし、あの薄れつつある例えば上の方へのリスペクトだとか、そういうものを自然と調整する場にもなるかなとは思ってます。で3つ目は難しいってことです。難しい、そうですね、難しいですよ。難しいですよね。だって4年で2級でしょ。この環境なのにね、そうそうそう、世界一恵まれた環境にいるはずなのに、都大将がいてプロの先生がいるんだけどな。まあケースバイケースです。ケースバイケースですからね。ただ難しいんですよ、やっぱり囲碁って。なので、多くの人が言うのはルールが将棋は分かるけど囲碁は分からないとか、まあ、テレビで見ててもよく分からないとか、囲碁のプロがよく言うのが囲碁が分からない、プロがですよ。でこれはね結構大事なことだと思ってて、一瞬で理解できないものの方が価値があるわけですよ。そうですね。でところが今世の中はそのすごくイージーモードなゲームに突入していって、分かりやすい制作とか分かりやすい、まあ、円周率 3.14 じゃなくて3の方が、ね、簡単だしとか、それこ その数学をちゃんと学ぶ人がどんどん減ってたりとか、英語を学ばずにあの翻訳アプリでいいじゃんって考える人が多かったりとか、まあ、それこそね、日本中で一番頭のいい人たちが、一般の人からお金を巻き上げるためのスマホゲームにやっぱりどうしても人間走っちゃったりとか、それ非常にそのイージーモードのゲームに、あるいはね真剣に仕事をするんじゃなくて仕事は適当でいいやとか、まあ、そういうのも含めてやっぱりイージーモードのゲームに、まあ、世の中全体が触れちゃってると。そうですね。これはあの国が豊かになったことの、まあ、大きな代償なんですけど、まあ、そんなんで国が立ち行くわけないでしょうと、あるいはその未来をちゃんとよくできるわけないでしょうと、いうふうに個人的に思うので、まあ、例えばそのね、その中国の四書五経を読むとか、歴史書を読むとか、まあ、ちょっと太めのね、ホモサピエンスなり、10秒元気鉄なり、まあ、重めの本を読むとかもそうですけど、その一瞬で理解できないものを理解しようとするそのプロセスを楽しむ方が僕は人生として価値があるんじゃないですか。そうですね。まあ、偉そうに言うとですよ。いやいやいや、はい、そう思いますね。おっしゃる通りです。なので、まあ、全然楽しくないですけど、100キロマラソンとかもそういう理屈です。あ、そういう理屈が、はい、難しい。楽しくないですよ、死にたいと思いながら走ってますよ。誰かを俺を殺してくれと。あの途中泣きながら叫んだりしてますから、まあ、だけどその中から学べるものもあるし、まあ、そういうものをやってない人生よりやってる人生の方が僕自身は価値があったなと自分で思ってるので、まあ、囲碁も同じような位置づけですね。考えさせられちゃいました、はい、と言いつつでも単純に楽しいですやっぱり、まあ、そうですね、あのそういう深い話もあるし、ずっと分かんないのも辛いんで、まあ、それはそれでやっぱり上達が例えば2級で、まあ、ちょっと うさんくさいですけど5段ですけど、最初我々30級ぐらいから始まったんですよ ね、うん、そうですね。でも例えばあなた飲食店初段ですねとか、あの赤羽さん保険業3級ですねって言われないじゃないですか。ないですか。分かんないんですよ。分かんないんだけど、囲碁はなんとなくですけど幅はあるけど、あの自分の上達が9とか段で示されるので、それってねやっぱ何歳になっても嬉しいんですよ。そうですね、うん、そういう意味ではその、まあ、囲碁でも将棋でもいいんですけど、やっぱりその自分の成長が見て取れるっていうのは一つ人生に持っといていい特徴なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。入門したい人、これから囲碁やりたいっていう人にアドバイスがあれば教えてください。はい、僕はそういう話をするときに必ずそのホワイとハウに分けてまして、一番大事なのがやっぱりホワイ、まあ、つまり
なぜそれをやるのか、うんうん、でこれを醸成するのはね、やっぱ一番いいのは光の碁を読むことだと思うんですよね、うん、まあ、単純にそのストーリーも素晴らしいし、うん、なんか碁ってかっこいいなとか深いなとか面白いなっていうことが、うん、あのよくわかるんで、なんかこうぶつかった時になぜ私は囲碁やってるんでしたっけみたいな、あ、光みたいになりたいとか、うん、サイみたいにやってみたいとか、投薬みたいにかっこよくなりたいとか、うん、まあ、そういうそのホワイの部分ってすごい大事なんで、うん、そういう意味では光の碁を読むのが一番僕はいいかなと。でそれでやってみたいと思ったらもう別途やってみればいいかなと思います。でハウの部分は、まず囲碁の本を読むとか、うん、は反対です。なんでかというと、そのちょっと最初なんていうのかな、囲碁を楽しめるまでに時間がかかるゲームなんで、うん、そうですね、さっき言った通りイージーモードじゃないので、うん、そういう意味ではその僕の師匠の井桁さんは、うん、まあ、彼自身はアマチュア五段って自分で言ってますけど、うん、それ僕と同じじゃないですか、うん、そうですね、嘘なんですよレベルが違うんで、だから、まあ、ちょっとインフレ気味に言う僕と、うん、まあ、かなりデフレ気味に言う彼と、うん、なぜか同じ段になっちゃったんですけど、まあ、レベルはだいぶ違いますと、うん、でまあ、アマチュアの中でじゃあその全国レベルですかっていうとそうじゃないんですけど、まあ、日本トップレベルに教えるの上手いです、うん、なのでやっぱり教えるのが上手い人についた方が上達早いじゃないですか。で上達の早いものを人は好きになるんですよ、うん、そうですね、うん、成長が感じられるからね、成長が感じられるから、そう、だから走るのが嫌いな子って大抵幼少期に足が遅くてバカにされてるとかね、私なるほど、うん、で僕は逆です、足速かったんで褒められたんで運動が好きになって、やるようになったとか、勉強最初の方にちょっと足し算引き算が他の子より速くて褒められて勉強好きになるとか、まあ、英語も一緒ですよ、赤羽くん英語うまいねって誰かに言われたんでしょうね、うん、ちょっと勉強したわけですよ、そんなもんです。だから向き不向きよりも好き嫌いのその好きを最初にゲットできるかっていう意味では、最初にそのね半年で五段にはしてくれませんでしたけど、うん、イボホールディングスの人たちはねでも半年初段にしてくれたし、うん、それだってすごいことですよ、まあ、今はそれを改良して3ヶ月で初段をね、まあ、量産してますから、そういうふうに、まあ、段に価値があるんですかみたいな話もあるけども、うん、僕はあると思ってます、うんうん、だからそれをなるべく短期に味わわせてくれるっていう意味では僕の師匠の、まあ、ここに出てきてると思うんですけど、うん、5番頭のね、井桁さんと、まともな方の井桁さんと、はい、両方写真が出ると思いますけど、中間さんが言ったっていう説もあるよね、説っていうか本当です、はい、そうなんだ、はい、ここに写真が出てるはず、はい、はい、じゃあ次、はい、日本の囲碁業界についてお伺いしたんですけど、良いとこと悪いところを教えてもらえますか、はいはい、いやこれもねめちゃめちゃ根深い問題で、うん、まあ言うとトゲの立つね話でもあるんで、どこまで言ったらいいですかね。いやいいですよ、ビシッとビシッとビシッと、はい、いいところですね。まずいいところは、まあ、この間僕は納涼祭ってやつに行ったんです。なんか7月だったかな、うん、でまあ、何百人かこう集まってて、まあ、老いも若きも男女ともに見てたんですけど、うん、本当に囲碁が好きなんだなと、うんうん、だからなんか囲碁に関わってる人の囲碁の好き度って結構尋常じゃない、うん、わかる、囲碁愛が強すぎるよね、まあ、いいことなんですよ、溢れ出てるよねそうだから結構私の周りの囲碁仲間も20代の前半でもう結婚を諦めました、うん、早っ、なぜなら囲碁があるからよくわからない、ね、20代後半のイケメン男性、彼女はいらないです、囲碁があるからなるほど、比べられるもんなんですねそこに出てきちゃうんです全然違うけど、ね、そこに出てきちゃうんです。それぐらい囲碁が好きっていうのが、まあ、その囲碁界の、はい、非常に熱烈なファンに支えられてるっていうのは、まあ、素晴らしいところ、うん、で一方で、やっぱりそのなんていうんですかね、そこまで行くには距離があるということです、うん、まあ、先ほど言った通り、これは囲碁界の問題じゃなくてどちらかというと社会全体の問題だけども、うん、イージーモードのゲームが溢れすぎてて、例えば、まあ、サッカーが一番分かりやすいですかね。サッカーを楽しいと思うのにかかる時間と囲碁を楽しいと思うのにかかる時間が、うん、100倍じゃ効かないと思うんですよね、うん、1000倍、うん、まあ、サッカーは僕は素晴らしいゲームだと思いますけども、例えばじゃあスマホのゲームをやって
何らかのスマホのゲームをやって楽しいなと思えることを囲碁をやって楽しいなと思える、これも1000倍万倍の違いがあるので、その1000倍万倍の谷を越えて囲碁を楽しいと思ってもらうためには、まあ、先ほどの話で言うと How はまあちょっと置いといて、なぜ囲碁をやるのかっていうことを明確に世の中に打ち出せないとやっぱり新たなファンは獲得できないと思います、やっぱりその高齢者がまあメインの世界ですし、その方々はまあだんだんその、ね、年齢なのか寿命なのかでまあ囲碁界を去っていくとするならば、当然その子供若者に囲碁を広めていかなきゃいけないんですけども、そもそもこれが楽しいねと思えるまでにすごいその距離があると、まあ、それこそ万里の差があるわけですよ、他のゲームと比べて。なので、まあ、そこについては非常にアピールが弱いなと。これはあの日本棋院の方々にも伺ったことがあるんですけども、僕らは囲碁が好きすぎて、囲碁が好きじゃない人の好きじゃないというか囲碁に興味がない人の気持ちがわからないと。それがわからないよ、はい、それの方がわからない。そうですね、はい、行くところまで行っちゃってるんですけども、まあ、それぐらい囲碁が好きですと。そうなんです、ありがとうございます。じゃあ川場さんの予想する、はい、そんな囲碁業界の未来とは、はい、ですね、どういう姿でしょうか、はいはい、まあ、これちょっとトゲトゲしく言いますと、はい、まあ、このままだとなくなるのは間違いないと。完全になくなると思いますか？完全にはなくならないです。完全にはなくならないけども、ね、まあ、新聞社としても例えば囲碁棋戦にお金を出してそれで部数が増えるわけでもなく、ね、まあ、囲碁ファンとしても粛々と縮んでいく業界に楽しみを見出せるかというと、まあ、なかなか厳しいものがあると思いますし、まあ、ゆくゆくはですけど例えばプロ棋士の方の年収がどんどん下がっていく、インストラクターの方の年収がどんどん下がっていく、囲碁カフェ碁会所も、まあ、今どんどん閉まってますし、まあ、業界全体としてはやっぱりこうやって落ちていってると。で、そこに先ほど言ったそのニューパワーニューカスタマーを入れなければ、まあ、厳しいだろうねというふうに思いますと。これは何もしない場合で、一個チャンスかなと思ってるのは、一つはやっぱり子供ですね、でも極めて教育効果が高い、これはその、まあ、脳みその、まあ、僕はシナプスと呼んでますけども、物事をその論理的に考えるとか、振り返って PDCA を回すとか、そういったその機能をものすごく有してると思う。さっき言った通りよくわからないゲームなんで、まずそれを理解するところまでたどり着こうとする胆力を養いますよね、でそれを理解した後にさらにまあこう深みがめちゃめちゃあるので、まあ、体を動かすサッカーとか、ね、テニスとか野球とは違うかもしれませんけども、脳内はめちゃくちゃ運動するわけですよ。でこれが今日本人足りないところかなと思うので、一つはその子どもマーケットに対して教育ツールとして売っていくっていうのがあるかなと思いますと。でもう一つは、それこそ自分がそうだったんですけども、対ビジネスマンに囲碁を売っていくべきだなと。これも同じくまあ、趣味としての囲碁っていうのはまあ、ありはありですよね。でところがそうじゃなくて、あるいはそれだけじゃなくて、ビジネスマン その脳みそをアップグレードするための研修ツールとして囲碁っていうのは僕は最適だと思っていて、まあ、これなぜ将棋じゃダメなのとか麻雀じゃダメなのっていうのは、まあ、実は持論があるので、またの機会に、またの機会に話すかもしれませんけども、まあ、将棋麻雀とかと比べてもベストなのは僕は囲碁だと思ってます。なので、まあ、特に階層で言うと、まあ、一般の例えば新卒とか若手の子とかじゃなくて、まあ、それこそマネージャーレベル、ディレクターレベル、経営陣レベルの方々が自分のレベルを一歩上げるために必要なのって知識じゃないんですよ。知識じゃなくて、まあ、それこそ知恵とか教養とか、意思決定能力の醸成とか、まあ、そういうところなんで、実はそれを鍛えるのに最強なのが囲碁だというのが僕の持論です、なので、まあ、そのマーケットに行ければ習い事として月例えば1万円とか、5回所に行って1回1000円1500円ではなくて、1回の講習とか1回のコースで、まあ、数百万なりっていう、まあ、バリューがつくわけですよね。研修費からそのお金を持ってこれるわけなんで、なのでそういうアピールの仕方をすればまた違うマーケットが今までとのところとそのカニバラずにできるかなというふうには思ってます。つまり囲碁に興味のない人にどう売っていくか。そうですよね、
ちもそういうコンセプトでやってましたので、うん、ありがとうございます。この先そんな囲碁業界に参入しようっていう、まあ、お店やりたいとか、はい、インストラクターやりたいっていう人がいたらどういうふうなアドバイスをされますか？これですね、今その、まあ、ちょっとその新しいマーケットって話をしたんですけども、うん、基本的には僕はそういう人がいたらまずやるべきは、マクドナルドとスタバでバイトをしろって言います、うん、というのは、まあ、ちょっとさっき言いませんでしたけど囲碁界に結構欠けてるのがですね、サービス業だという認識なんですよ。そうね、接待業だという認識なんですよ、うん、つまり、まあ、お客様は別に神様ではないけれども、お客様に対してサービスを提供する業界だという認識が、まあ、私の感覚だと9割5分型欠けてる、うん、そうですね、失礼ながら思ってますと。なので、5番を置いて囲碁ができる環境だけ置いとけば、まあ、1日1000円1500円払っていくらでも来てくれましたっていう時代が、まあ、確かに昔はあったんだけども、うん、今はそれこそ、まあここは囲碁カフェですよね、うん、そうなるとじゃあライバルは飲食店、そうなんです、5階以上だけじゃなくてドトールとかね、ドトールとわかるわかる、ロッテリアと、いやそうなんですよ、結局ファミマと、それこそファミマでコーヒー飲めばいいじゃんと、そう、うん、そうなんですよねいう話になり、例えばですけどじゃあさっきのスタバで言うと、あのスタバのにこやかな店員さんに、うん、あのお名前はって聞かれてケイタですって言うと、ケイタってこうバッて書いてくれて、美味しいコーヒーが出てきて300円みたいなのと比べられちゃうわけですよ ね、 そうですね、その接客と比べられた時の5階所の、例えば経営者の皆様の接客、まあ、態度って言っちゃったらあれかもしれませんけどとかを見ると、まあ、まだまだやることあるよねっていうのは正直あるんです。だから例えば最新のビジネスモデルを使って、うん、もっと店をきれいにして、うん、なんです、例えばサブスクリプション型の、ね、うん、あのビジネスモデルにしてもあるかもしれないけど、その前に詰め事手筋です、基本です、接客業の詰め事手筋をちゃんとやった方がいいなと。でそれを身につけた上で、まあ、さあどうするというのはその、まあ、店 の、 文脈によるとは思うんですけど、実はね極めてそこが弱いですよ、囲碁界は。そこを通り越してどうやって稼ごうかとか、あるいは、まあ、もっと言っちゃうと稼ごうという気がちょっと薄い。そうですね、囲碁、うん、を強くなろうとはするのにビジネス力を上げようとはあまり思わないっていうような傾向がちょっと強いように思って、うん、はい、そこは、まあ、社会主義の国だったら別だけども、資本主義の国でライバルがそれこそ囲碁将棋ではなくて、うん、囲碁スマホゲーム、スポーツ、それこそ飲食店ってい う、 こうライバルがもうじゃ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 いるわけですね。地味猛烈の世界の中で勝つにはっていうふうに考えなければ、それは当然潰れる運命にあるだろうし、 そ、 う、ね、まあ、その思考自体が数十年停止してたというふうに、まあ、外の人間としてはね、そんなにその囲碁に人生でハマってない人間としては外から見ると思う節があります、うん、ありがとうございます。私もなんか今の話聞いてちょっと考えちゃいましたね。いやでも日だまりはね、いやいや僕はいつも外でここでじゃなくて外で言ってますけど、世界で一番綺麗な碁会所だと言ってます。いや綺麗なのはあれだけど、はい、もう中身もね、もっとね、接客っていうのは終わりがないものですよね。そうですね、はい、頑張らないといけないですね。ありがとうございます。最後に私がずっと持っている疑問をお伺いしたいんですけれども、はい、あれですね、あれです、あれですね、まあ、知らない方もいるかもしれないんですけど、テストステロンさんっていう筋肉ソリューションという本を書かれている方がいて、はい、まあ、筋肉が世界を救うみたいな本なんですけど、はい、もうどう見てもアイコンも内容もこうツイッターに書いてる子供はもう若葉さんにしか思えないんですけ ど、 ど、実は若葉さんだったりするんですか？はい、まあ囲碁の師匠は井桁さん、うん、筋肉の師匠がテストステロンさんですね。では若葉さんではない。私が似てるのは当たり前で真似してるからですそうなん だ、 だもし私が、まあ、今大体脅威110センチぐらいなんですけども、これが140センチになったらもしかしたら、まあ、テストステロンはちょっとパクリになるんで、まあ、アドレナリンという名前にするかもしれない
アドレナリンとか、まあそういうね、グルコサミンとかそういう名前にするかもしれません。うん、じゃあ違います、はい、まだまだ力不足です。あと10センチ太くしなきゃいけないし、あと30センチ胸筋つけないと。30センチって相当ですね。そうですね、まあ、僕ペンネームがラオウって言って、うん、まあ、赤羽なんで AKB って呼んでくれる人もいるし、北斗の拳のラオウが好きなんでラオウって言ってる人もいるんですけども、そのラオウが大体その胸囲が多分2メートルぐらいあるんですよね。でもそこまで人じゃない、人じゃない、そこまでいけないにしても、まあ、やっぱ140センチぐらいないと、まあ、ラオウを名乗るにはちょっとそのラオウ本人に失礼だし、国王号っていう馬にも乗れないし、基本的にはやっぱ虎を一対一で倒せないとダメだと思うんですよ、人間、男として。男として、もうその理論で言ったらほとんど男じゃないことになるけど、まあ、獣です、はい、それぐらいの強さがないと、うん、まあ、世の中がこう第三次世界大戦が起きて、例えばその原子爆弾を投げることはないにしても、うん、電子爆弾っていうのを投げることがあるわけですよ、うん、でこれ EMP って言って、まあ、24とか見てる人は知ってるかもしれませんけど、うん、要はその辺の電子機器を全部麻痺させる爆弾があるんですね、うん、でそれがバーンってなると、うん、まあ、当然電気も使えないし水道も使えないしインターネットも使えないし、うん、まあ、原始時代に戻るわけですよ。でそうすると石器時代みたいにこうなるので、北斗の拳に出てくるような、まあ、ものすごいそのモヒカンの人がものすごい趣味の悪い改造バイクに乗って、うん、ヒャーとか言いながらこうブンブンブンってきて、うん、水出せとかっていうそういう世界になると想像してるんですね。でそんな時に大切な家族を守るためにはやっぱり脅威が140センチぐらいないと守りきれない可能性がある。撃たれた時に棒ガンとか持ってるからそういう人は貫通しちゃうじゃないですか。そうです、140センチぐらいあれば多分この辺で止まるから、そういうのを目標にしてます。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にこれをご覧いただいている皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、皆さん日だまりはですね、まあ、僕の中ではですよ、中では世界で一番綺麗な御会場ですし、すごく外国人の方が多いところなので、英語の勉強にも囲碁の勉強にもなる素晴らしいところなので、まあ、ぜひ来て楽しんでみていただければいいかなというふうに思います。で店長のマイさんすごくねこうアンニュイな感じで癒し系で、ね、ずっとゆっくり喋ってくれるんで、こうなんか世間でね仕事とかこう家事で、まあ、こう煮詰まった心が現れるというか、あなんかこんなに、ね、癒されるんだっていうのを感じられる場所かなと思いますので、ぜひ、お越しいただければと思います。今日はどうも拙い話をありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。武藤敬司でした。